はい、どうも、てりやんです。本日なんですけども、生肉が飲みたい。8月初旬に、こちらの YouTube に帰ってきてから、エイは魚に感動していいのかちょっと微妙なところですけど、魚野菜ときて、そろそろ肉が飲みたいということで、僕はずっと福岡県に住んでるんですけど、隣の熊本県、こちらに僕がよくいつもお世話になっている馬肉屋さんがあるんですよね。そちらにちょっと買い物に行こうかなと思います。もうかれこれコロナが終わってすぐぐらいに1回行ったっけ。かなり久々ですね。とても楽しみでございます。で、一応今回は馬刺しだけではなくて、ちょこっとだけ馬肉を使ったお料理もしようと思っておりますので、どうぞお楽しみに。というわけで早速では作っていきましょうか。無事熊本から帰ってまいりまして、やっぱあれですね、お隣の県ということで、パパッと行ってパパッと帰ってこれるのがいいですね。で、店内の様子であったりとか、そういったものに関しましては、ちょうど伺った日が8月の15日でお盆にぶち当たっておりましたので、店内もものすごい大盛況で、ちょっと僕がカメラを回すようなそんな暇間はなかったので、そこはどうぞご了承ください。では早速本日のメイン食材の登場です。バトルゾーン、ボールを相手のゴールにシュート。すみません、真面目にやります。で、大変僭越ながら、まだ真空パックに入った状態なんですけど、まだ空気に当てたくないので、ちょっと見づらいですが、すみません。で、一応今回購入してきたものの種類としては、霜降り、バラヒモ、ハート、シャトーブリアン、コーネ、レバー、ほほ肉。もうこの霜降りとこのシャトーブリアン、まあ、俗に言う赤身ですよね。このあたりはよく居酒屋さんとか、あと馬刺し屋さんとかでよく見かけるかなと思うんですけど、あとこの縦紙ね、この辺もよく見かけると思うんですけど、今はもう牛レバーは完全にもう生食禁止になってますけど、馬はいけますんでね。これが馬のレバーです。めちゃくちゃ美味しいです。で、あとハート。で、僕がずっと気になってて、これがバラヒモなんですけど、正直どこの部位かはよくわかんないです。でもバラヒモっていうぐらいだから、どっかこう、バラ肉の周りの、なんか下駄みたいなとこなのかな。九州食肉産業さんって、ネット通販もされてるんですけど、そこで前々から見ててずっと気になってたんですよね。どんな味するんやろうと思って。なので今回買ってみました。で、立派な頬肉。かなり繊維きついと思うので、しっかりとね、包丁で今回助けながら行こうと思います。で、この後、あと2種類出ます。この2種類、こういったお肉関係とは違って、思いっきり内臓系です。ですので、苦手な方はご注意ください。あ、人間すげえな。そんなとこまで食べるんだな。っていうのがなんとなく伝わると思います。それがこちら。こちらから、ちくわと脊髄。脊髄っていうのがもうそのまんま脊髄。昔一度食べたことあるんですけど、味わいとかに関してはほとんど味はないです。ただ食感がちょっと食感のある白子、個人的に近いなと思ったのはイサキの白子かな。そんな感じの珍味ですね。で、こっちのちくわが根っこって言われたりもするんですけど、馬の大動脈です。もう食感としてはもうほんとホルモン。系統としては豚牛とかのミノだったりとか、ガツだったりとか、コリコリとか、そういったところの系統です。ですので今回はあちらの霜降り肉だったり赤身肉とはまた別に、こちらの脊髄のいびきポン酢、あとちくわのホルモン炒め、この2品もちょこっとつけようかなと思います。では一応こちら2つとも必要ないかもしれないですけど、一応 1% くらいの、まあ、生理食塩水ぐらい、そのくらいの塩水作っといて、で、一応臭み抜きも兼ねてお酒を一回し、この中でちょっと血抜きをしておきます。多分脊髄はそんなに血出ないですけど、まあ一応。それではこちらは一旦冷蔵庫で、ちなみに今回の九州食肉産業さん、案件でも何でもなく、もともと僕の視聴者様のお店だったんですよ。というか働かれているお店だったんですけど、そのご縁でもうかれこれ5年来6年来ぐらいずっとねお世話になっているお店で、なんで僕が通販ではなくてわざわざ熊本まで買いに行くかと言いますと、
一般的な馬刺しを購入しようとすると冷凍だと思うんですよ。で今のこの昨今の冷凍技術本当にすごいので冷凍だから美味しくないっていうことではないんですけど、こちらの九州食肉産業さんお店の中で馬をさばくのでさばきたての冷蔵の馬肉が買えるんですよ。おそらく全国探してもこの冷凍ではなくて冷蔵の馬肉が買えるお店って結構限られてると思うので、というか珍しいと思うので、もしねちょっと熊本市内からは離れますけど高速の降り口からはすぐなので、もしねご機会がありましたらぜひ。とても素敵なお店です。よし、というわけで早速まずは馬刺し、こちらから作っていこうと思うんですけども、盛り付けるにあたってのあしらい、こちらをパパッと作ってまいります。ではまず玉ねぎ、今日はあくまで薬味なので水にさらして辛味をさっと抜くために繊維を断ち切って出やすいようにこの向きで、薄く薄くスライス、あとはこちらを10分ほど水にさらして、で続いてがよりにんじん、ぐる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 っとしたやつなんですけど、一応よりにんじん的にはこっちの先端側、こっちの方がよりカールしやすくて形も綺麗に残りやすいんですけど、細いので難易度は高め。逆にこっちの根元側、こっちはその逆で太くて作りやすいけど形が戻りやすい、なんかそんな感じです。どちらでもお好きな方で。僕一番苦手なのがこれなんですよね、かつらむき。まずは皮をむくようにかつらむき、でここからがもうゆっくりでいいので薄く均一にかつらむき、うん、太い。で一応より人参はこの中心のこの色が濃いところ、ここではなくてこの周りの色が鮮やかなところ、ここまでが適正ってよく言われるので一応ここら辺までで。いやでもね、苦手苦手って言ってても結局うまくはならないですからね、失敗してでもやり続けな。うん、結局うまくいくことはありませんでした。もうちょっと精進します。じゃあこちらは斜めカッティング、今日はなんとなく気分的にこの細いタイプではなくちょっと三角形を作るような感じのこういうタイプで、あとは何か細長いものに巻きつけて、はい、1、2、3、4、5、ちょっとでかいですけど、1、2、3、4、5、じゃあ、あとは失敗しちゃった子たちはちょっと太いけど妻にしちゃいましょう。こっちが横剣の、こっちが縦剣、でこっちの中心部分は後ほどのホルモン炒めに、ではその他大葉だったりニンニクだったり食用菊だったりいろいろ準備が整いましたので、レッツ切り付け。ではまず霜降り肉から、こちらが霜降り肉の中でも極上って言われるランクですね。当然のごとく繊維を断ち切る方法で、で続いてがシャトーブリアン、シャトーなので多分ヒレのど真ん中なんでしょうね、真ん中というか中心。馬のシャトーってこんな真っ赤になるんですね、なんかすごい筋肉感を感じる。そしてめちゃくちゃ柔らかい、あ、これめちゃくちゃ美味しいやつだ。じゃあ続いてこのシャトーと、こうね、つまり縦紙ですよね、
これを交互に、これが並ぶと馬刺しって感じする。ではあとここから先は全部この部位です。部位というかランクですね。霜降りの幻っていうランクです。こちらが先ほどまでの極上で、こっちが幻なんですけど、お値段の差的には 100g あたり200〜300円ぐらいしか変わらんかったかな。こっちがグラムあたり3500円くらいだった気がします。でこっちがグラム4000なんですけど、お伺いしたところ、一応牧場とかと使われている部位はほぼ同じなんですけど、さばいてこういう柵にした時により繊維が綺麗に入っていたり、よりサシが綺麗にまんべんなく細かく入っていたり、そういった差なんですって。でもちろん個体差とかにもよって幻が取れない、大馬さんもオンシャーでしょうし、もうほんとここに関してはもう運ですね。今回僕は運が良かったです。ではこちらも惜しげもなく刺身に引いて、うわこれ絶対うまいわ。じゃあこの切れっぱじは一応雑菌が入らないように玉ねぎだけ一緒に入れといて、で煮卵とニンニクも一緒にポポンと入れといて、こちらは僕のお夜食。で続いてハツ。ハツはここの赤身しっかりのところを何枚かと、こっちの脂がガツッと噛んでるところ、ここを何枚か、なんか牛とか豚に関してはこの脂が噛んでる方が美味しいって聞くんですけど、馬はどうなんでしょうね。でこちらが大好きな方は今もう喉から手が出るほど欲しいであろうレバーですね。これがまたうまいんだ。でこちらがバラひも下がり。どうカットすればいいんやろ。ちょっと真面目にこれカットの仕方がわからないので、とりあえずこうカットして、でこういってみようかな。あまり綺麗にちょっと切り付けできなかったので、この子たちはまた別に。とりあえず下の板が見えなくなるまで敷き詰めに敷き詰めて、で今回ちょっと高さがないのでちょっと立つかどうか分かんないですけど、この辺に縦剣、はい、馬刺し完成。で今回馬ほほ肉さばこうと思ってたんですけど、ちょっともう乗らないので、もし機会があればまたいつか。ではここからなんですけど、もう馬刺しは出来上がったんですが、ちょっと作りたいものがございまして、今年の2月に福岡から東京まで新幹線で向かっている時に、新幹線の座席の前の方にある冊子、あれが江戸東京鍋物語という本でして、それを読みながらずっとこうメモってたんですよ。でそこの中の内容がいくつかある中で桜鍋が取り上げられてたんですよ、東京名物の。ですのでせっかくいい梅肉が手に入りましたので、その桜鍋が食べたい。ただメインは馬刺しなので、ちょこちょこっと馬刺し用のお肉をちょっともらいながら、サブのお料理的な感じになると思います。でここからちょっと脳書きが始まるので、早く調理が見たい方は10秒タップをバーッと飛ばしてください。でこの東京名物桜鍋、これが発祥するにあたって深く関わりがあるのが牛鍋なんですって。牛鍋、今で言うところのすき焼きです。結構有名な話ですけど、昔は需要競争のための食料として牛肉ってよく食べられてましたけど、それがだんだんとこう異文化が入ってくるようになって、だんだんとこの日本でも肉食という文化が広がりつつあった1868年
その年に横浜で牛鍋屋さんができたんですって。今でいうすき焼き屋さん。でそれが浅草の方に伝わってきて、浅草でも牛鍋というものが広く普及したんですって。で昔のスタイルは本当こういったお鍋で、一人前の小さなお鍋、ここに一人前のお肉、一人前のお野菜とか煮汁が入って、これを炭火の七輪にかけながら煮え花を食べる、つまり沸騰したものを食べるっていう、すごくカジュアルなものだったんですって。今は結構ね厳かな感じになってますけど、なんせ高級料理ですからね、すき焼きはね。でそういったお料理が広がっていってたっていうのが時代背景で、そんな折に今と同じくあの殿方が集まる吉原、その吉原もあの歴史あるところですんで、その当時も栄えていて、で吉原とつなぐ日本包みっていう一本の道があるらしいんですよ。歌川広重の絵を見たんですけど、本当に一本の道がありました、そのって。でここの道を吉原に行く人、それから吉原から帰ってくる人がここの道を通っていくんですって。でその日本包みにいろんなお料理屋さんが点在していて、みんなそこでご飯を食べて吉原に行ったり、吉原からの帰りにご飯食べたりしていた中で、ある日馬に乗った商人がやってきて、とあるお店にご飯を食べに入ったんですって。でご飯を食べ終わって、すいませんお会計をお願いしますって言ったら、お金がなかったんですって。あらお金がないぞってなった商人は何を思ったか、乗ってきた馬を差し出したんですって、飲食代の代わりに。このお話を読んでいて一番理解できなかったところ、馬ってそんな安いのと思ったけど、でもとりあえず飲食代の代わりに馬を渡したんですって。でお店もどうしようかね、馬もらったけどねと言いながら、その時流行っていた牛鍋のように馬をさばいて煮て食べたお料理が桜鍋の起源らしいです。いやすごいね。まあ、ちょっとあの長々と話してしまいましたけども、ちょっと本を読んでいて面白かったので皆さんと共有させてください。それでは作ってまいりましょう。それではまず今回の桜鍋の煮汁、こちらに使っていきます材料たちを、せーの、こちらからお水、濃い口醤油、酒、みりん。で本日の分量がこちらから 300cc、200cc、300cc、300cc。 こちら一般的なすき焼きの割り下、それと比べますとちょっと塩分量を抑えて甘みも抑えてます。もちろん好みはあると思いますけど、すき焼きで言うなら比率的には1111にして、あとはここにきび砂糖とかザラメとかそういったお砂糖を加えるのが一般的なのかな。ですのでさらにお醤油も増えるし、お砂糖も加えて甘じょっぱくなるんですけど、今回ちょっと抑えてあるのは桜鍋お味噌がベースになってきますんで、この後合わせ味噌を合わせて一緒に添えます。ですのでお味噌分のお砂糖とかあと塩分、そこをちょっと抜いた感じですね。ちょっとあっさりめのベースに仕上げます。で今回のお水にはちょこっとだけ昆布を刺してます。もうカツオだしは取らず、動物性の旨味はもうお馬さんがいらっしゃいますんで、もうその馬肉の脂だったりとか、もうそういったものだけでいこうと思います。今日はすごくシンプルです。ではまずこちらを全部お鍋に加えまして、はい、ふつふつしてきたら昆布はサルベージ。沸騰してきたらこの昆布のぬめりだけちょっとお掃除して、はい、割り下完成。ではここからこちらの割り下に、皆さんお好みで好きなだけ溶かしてねっていう感じの合わせ味噌を合わせるんですけど、本来であればこちらが八丁味噌、いわゆる赤味噌、こちらに江戸甘味噌っていうものを合わせたかったんですけど、さすがに福岡では売ってない、だいぶ探しましたけど。で一応 Amazon では発見したんですけど、ちょっと到着までに時間がかかるということで、今回は江戸甘味噌ではなく白味噌を合わせます。こちらを八丁味噌の重量の1/2で、僕今回初めて江戸甘味噌というものを知ったんですけど、東京では当たり前に売られてるのかな。一般的なお味噌と比べて塩分が 6% とか、結構塩分が少なくて、でかなり甘みが強いんですって。だから昔は贅沢品としてなんか製造が止まっていた時もあったとかなかったとか、時代によってはね贅沢ができなかった時もありましたからね。ではこちらの八丁味噌2に対しての1の白味噌を合わせて、んで江戸甘味噌感をちょっと出したいので、この合わせたお味噌の重量に対してだいたい1/8から1/10くらいのきび砂糖、これを混ぜ合わせて、
はい、合わせ味噌完成。ちょっとこちら今味見してみたんですけど、甘さしっかりしてるし、これめちゃくちゃ美味しいですね。このまんまで美味しい。なので余ったら余ったで、いりごまでもすりごまでもちょっと混ぜ合わせて、あの愛知県といえばのつけて味噌かけて味噌、つけて味噌かけて味噌、あれと同じようにこうお野菜ディップにしたり、野菜の味噌炒めにしてみたり、田楽にしてみたり、何にでも使えると思います。やっぱ八丁味噌すごいわ。でちなみに調べた江戸甘味噌もこういった色合いをしてました。本場感は出ると思います、色だけは。それではあとここに馬肉と一緒に添えるザク、こちらの準備に参ります。でこれも僕初めて知ったんですけど、お鍋で特に牛鍋、お肉と一緒に煮込むこのお野菜だったりとかお豆腐だったりとか、こういったものをザクって呼ぶんですって。とりわけ白ネギ、あれのことを指すことが多いみたいです。いや世の中知らないことがいっぱいありますね。ではまずは白滝、こちらこのままではちょっと臭いので、ちょっとお湯でさーっとくぐらせて、でお豆腐はもう切れてたので並べるだけで、こちらの大きな大きななめこ、こちら石突きがないのでそのまんまドン。あとは白ネギ、余った人参で桜人参。ではここからは湯引きポン酢であったり、ちくわの炒め物であったり、そういったものに入りますので、もう完全に解凍された脊髄だったりがボンと出ます。ですので苦手な方は下の分数までスキップをお願いいたします。では参ります。こちらが血抜きも解凍も全部終わった脊髄ですね。それではまずこちら表面さっと洗いながら、食べやすいサイズ感にカット。でこれから湯がくにあたって、ちょっと正しいかどうかちょっと定かではないんですけども、僕はいつも普通のタラの白子のようにお湯にお酒ひと回し、んでもあー沸騰するなーっていう80度から90度くらいのお湯に、はい、いってらっしゃい、でゆら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 させて、ちょっと1分くらい、1分経ったら引き上げて、はい、氷水にチャポン。あとはもう思い思いに盛り付けていただいて、それではラスト、ちくわ。で、さばき方、僕はいつもこのサイズ感だとさすがに扱いにくいので、扱いやすいサイズ感にカットしちゃって、で、このあたりもこんな感じで、はい、扱いやすくして、で、ここから先はあの結構お好みやと思うんですけど、これは個体差なのかな、僕の認識、馬の内臓脂肪ってちょっと酸っぱい香りするんですよね。あ、この子はまだ大丈夫かな。でもちょっと加熱をしてこう香りが開いた時に鼻にスッと近づけると、ちょっと酸っぱい香りがするイメージ僕持ってるんですよ。でも口に入っちゃえばその酸っぱい香りは一切せず、どちらかというと牛のホルモンみたいなあの甘い味がするんですけど、この子はどうかな。ちょっとこの辺りの余分な油ちょっともらって、ちょっとレンチン、うん、この子は大丈夫そう。うん、そんなに酸っぱい香りしない。うん、甘い。ですので今回の油すごく美味しいので、油そのまんまでいきます。で、もし油がちょっと酸化してなんか酸っぱい香りとかなんかこう油臭いなっていう時は、僕がいつもやるのはこういう風に油が噛んでいるところ、ここをこの血管にまとわりついている油を包丁で捕まえて、こうやってペリペリいつも剥がしてます、臭い時は。で、この後どうせ一度こう湯がくので、そんなに神経質になることはないと思うんですけど、もし多すぎれば、まあ、なんというかこんな感じで、でも今日は美味しい油なのでこのまんまで OK。 じゃこの後湯がきやすいようにまずは半分にカット、
で僕はもうこのまま使いますけども、なんか小さなお子さんがいただくとか、あとはご年配の方がいただくとか、あまり顎が強くない方の場合はちょっと包丁でまるでこうミノをさばくときみたいに一発いったら裏返して、こうしてあげるとちょっと食べやすいかなと思います。それでも食感はゴリッゴリなんですけど。でお鍋にたっぷりのお水を張ってもらって、さっきと同じく臭み抜きの酒、はい、いってらっしゃい。でこのガツだったりとかこういったホルモンを湯がくのって、結構お店によってはホルモンとかをちょっと柔らかくするっていう意味合いもあったりすると思うんですけど、ただ今回は柔らかくするというよりかはどちらかというと臭み抜き、そっちの意味合いが今回大きいです。であと一応生焼け防止として、ですので柔らかくしたいよっていうお方であれば、このあと沸騰した状態で最低でも30分、そのくらい湯がけばちょっと柔らかくなるかなと思います。もうこういった部位はほとんどコラーゲンなので、このコラーゲンがゼラチン化して柔らかくなるっていう原理ですね。煮アワビとか蒸しアワビとかそれと同じ原理です。というかこの後すりおろす生姜の端っこの部分は余ってたので、ちょっと一緒に加えちゃおう。あとこの長ネギの青きところも余ってたので、よし、あとは待つだけ。いやにしても消化器系の大腸とか小腸、あそこら辺だったら塩とか小麦粉とかで洗いたいですけど、ゴシゴシ。この大動脈系、血液系は基本的に綺麗だから楽ですよね、調理がね。では沸いてきましたので引き上げていきましょうか。もう普通におかあげで、今回せっかくこんなにいっぱい根っこがあるので半分は30分以上煮込んでみようかな。じゃあ、あとはこちらは食べやすいサイズ感にカットして、さっと茹での方は本当に分厚くカットしちゃうとマジで噛み切れないので、これでも結構な食感があると思いますんで、もしご参考にされる場合はくれぐれもご注意を。顎がバグるというより多分歯茎がもう痛くなってくると思います。そのくらい食感がゴリゴリなので。というわけでこちらも50分かな経過いたしました。でこちらのスープなんか美味しそうだなと思って味見してみたんですけど、生姜とネギの香りしかしないです。もっと煮込んだらスープになるかもしれないですね。でこっちはちょっと大ぶりに、あとはお野菜の準備。でいつものごとくニンニクは皮むいて、
で1株分のうち4分の1くらいのちっこいの、ここら辺はすりおろしにして、残りのゴロゴロたちはザクザクザクと、このザクザクで具材にします。僕はニンニクにくるっているので。それでは今回のホルモン炒めに使っていきます調味料たちを、せーの、こちらから塩コショウ、薄口醤油、お酒、ぶしこで、今回の分量が全部適量っていうのが正直なところ。塩コショウに関してはもう塩分を見ながらしょっぱくならない程度に味を決めるだけで、こちらの薄口醤油とお酒はちょっと香り付けっていう意味もあるんですけど、後ほどすりおろすこちらのニンニク、これ単体だと全体にこう交わりにくいので、ちょっと水分で伸ばしたいっていう意味合いの方が強いです。でこちらのぶしこ、もちろんこういったものでも全然大丈夫なんですけど、でも大体あの鰹節を購入してくると、この下の方に細かいぶしこがいっぱい溜まってるので、今回これを使おうかなと思います。ちょっとね、あのザルで振ってちょ加える理由としては、まあ、今回動物性のものがほとんどないので、唯一あるあの大動脈もさっき湯がいた通りそんなに旨味は出ないので、ちょっと動物性の旨味の補填っていう意味でぶしこを使おうかなと思います。で多分こういったあのガラスープを使った方がきっと大衆受けする味わいになると思います。多分ね。でも今日は僕はなんとなくこんな気分。そしてはフライパンに分量外のごま油、そしたら冷たい状態からニンニクで火にかけまして、優しめの火で香りを抽出、ニンニクがうっすらと色づいてきたら一度取り出して、じゃないとあのニンニクが焦げますのでね。そしたらこの美味しい油に今回の大動脈で、このちくわにちょっと存在感が出るようにこの段階でちょっと塩コショウ、あとはここにキャベツ、もやし、ピーマンは最後、あとは分量外のお水、ちょっと蒸し焼きに、この隙にニンニク吸って、忘れ物、この人参と玉ねぎの端材、あとはその他もろもろ加えて、あとはお好みの味付けにちょこちょこ微調整していただければ。一応これにて完成で、ちなみにここに水溶き片栗粉を加えてあげれば、よりこうドロッと味が乗ってご飯によくよく合うようになると思います。はい、というわけで、はい、これで馬肉もりもり桜セットの出来上がりです。というわけで無事に完成しました。うまっ。やっぱ馬刺しは美しいね。数ある料理の中でもトップクラスに美しいと僕は思う。で、わん焼きはこの辺にしておいて、いただきます。ああ、しみるわ。じゃあまず初手安定の、はい、乾燥防止ラップ。じゃあまずこちらちくわ炒め、もうシンプルに野菜炒めとしてうまい。もう今回味付け的に塩、コショウ、薄口醤油、お酒、ここをベースにして動物性のぶしこ、それから植物性のニンニク、ここがしっかりとあの旨味としてもう野菜炒めの中にもう飽和状態になってるので、何かあとここに継ぎ足したいなとか特に何も思わない、なんていうか完成された味がする。多分これ丼にしたら学生時代だったらお米2升は食べてた。じゃあこちらがちくわ茹で時間、さっと茹で、めちゃくちゃうまい。やっぱ何かしらのこう香りとか味があるというよりかは、もうほんとこのコリッコリッとした食感を楽しむ感じ。まるであれですね、マグロとか大型のブリとかの胃袋みたい。でこちらが茹で時間40分から50分。
思うてるよりも歯ごたえがあまり変わらない。だから茹で時間100分とかにしたらもっともっとポワポワになるんですかね。今度はどのくらい湯がいたら柔らかくなるのかちょっと試してみたいですね。あっという間にちくわ完食。では早速馬刺し。はい、九州食肉産業さんの馬刺しのタレ。最初は特に何も薬味つけず赤身からいこうかな。シャトーブリアン、あーうまい。すげえ、マジで何も繊維がない。うまっ。いやこれはうまいわ。多分赤身好きの方、多分これ食べたら白目向くと思う。めちゃくちゃに美味しい。では続きましてこちら、ちょっともう油が溶け出して分かりづらいですが、霜降り極上。僕はこっちが好きだな。やっぱ馬刺しの霜降りの部分のこの油の甘い香り、もうこれが何とも官能的。馬刺しはエロい。で僕は明日お仕事が何もないので生姜醤油もいいんですが、はい、ニンニク醤油。やっぱニンニクと馬刺しはよう合うよね。ちょっと変なとこ取り皿に使いますが、馬刺しに玉ねぎに思い思いの薬味を乗せて、ニンニク乗っけて、んで包んで、ビール深い。いや熊本まで買いに行ってよかった。つくづくそう思う。んじゃここで霜降り幻。あ違うわ。なんか違うのって見た目だけかなと思ってたんですけど、食べ比べると分かりますね。幻の方が食感が柔らかい。もちろん極上もめちゃくちゃ柔らかいんですけど、もうより一層筋がないというか、より綺麗な筋繊維の揃え方というか、それのおかげかな。それでは、はい、馬刺しといえばの、うん、うまっ。ちょっとすいませんが、早々にちょっと食物、ちょっとこれは黙って食べんともったいない。んじゃ続きまして、お塩とごま油。もうお分かりの通りレバ刺しですね。これがまたうまいんだ。うん、もう食べ慣れた味。もう有名な話ですけど、牛よりもくどくなくて、でよりさっくり感が強くなって、なんていうかヘルシーなレバ刺しって感じ。とはいえレバーはレバーなので全然ヘルシーな感じはしないんですけど、もう本当だったら5キロぐらい食べたいんですけど、さすがに体壊す。で続いてがハツ。こっちはお醤油で。やっぱうまいな。あ、なるほどね。やっぱこのハツにこう乗っているこの脂身の部分、ここにもやっぱ馬の脂の独特の香り、あれ結構乗ってるんですね。だからこの馬の脂の香りがお好きな方はここの部分が好きだろうし、でも多分万人受けするのは脂が乗ってない方じゃないかなと僕は思いました。うん、やっぱ僕は脂がない方が好き。はい、というところで意外とあっという間に終わりつつありますので、ちょっとバカになります。お皿セッツ、馬刺しセッツ、小川のウニセッツ。やばい、幸せ。これ覚えちゃいけない味がする。というかマジで小川のウニがうますぎる。ダメだ、これが当たり前になっちゃダメだ。これ皆さんにもぜひ食べていただきたい。めちゃくちゃうまい。
はい、ウニ完食、大変幸せな時間でございました。では残りももう少なくなってきましたので、ここから即席桜鍋と参りましょうか。はい、イグニッション。でこちらをぬくめている間に、忘れないうちに脊髄の白子ポン酢。クリーミー。もうほんと言うなればイサキの白子とはいえ、魚の白子とは違ってちょっと後味に独特な香りがありますけど、別に臭いとかじゃなくて、もうほんと珍味って感じ。もう白子とかお好きな方は絶対好きだと思う。脊髄完食。では結構ぬくもってきましたので、そろそろ参りましょうか。当然こちらの合わせ味噌もご用意して、忘れ物、こちらのバラひも、これさっきちょこっと生でいただいたんですけど、馬刺しとしてね、味も濃くて美味しいんですけど、結構筋が入ってて、顎の弱い方とかは結構大変かもしれないですね。でも味はすごく濃くて美味しい。桜鍋にしたらすごく美味しそう。ということで、いってらっしゃい。で馬肉火を通しすぎると本当にカッチカチになるので、もう火入れは本当に優しく。ではまずはお味噌を加えずに、こちらの醤油の割り下だけで、まずこうやって割り下の中に馬の脂の旨味を出すんですって。で待っている間は馬刺しでもつまみながら。じゃあもう早々にこのくらいでいいんじゃないか。火の通り 40% くらい。あ、桜鍋美味しい。初めていただきましたけど、他のどのお肉にもない食感、美味しい。なんか感覚的には全然臭みがない、すごく美味しいジビエを食べてるみたい。この霜降りな幻で作ったらめちゃくちゃ美味しいぞ。柔らか。お店で食べたらとんでもない金額になりそうですけど、めちゃくちゃ美味しい。ではここら辺で、合わせ味噌投下。でお野菜たちも加えて、はい、これで桜鍋完成。本当はね、オフなんかもあったらよかったんですけど、あんまりこう、いい感じのオフがなかったので。じゃあこちらにすき焼きっぽく生卵をご用意いただきまして。あ、やべえ、めっちゃうめえ。あー、冬だな。もうこんな甘辛い割り下と生卵でしょ。一分の狂いもなく、うまい。赤身というかシャトーブリアンですけども、めちゃくちゃうまい。はい、というところで、はい、お野菜完売で、あと残っているのがこちらの馬刺しの分だけですので、こちらをしゃぶしゃぶしながらいただいたらもうおしまい。あっという間ですね。ということで、じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。馬刺しは美味しいし、もう季節外れのすき焼きというか、あの桜鍋も楽しめたし、非常に大満足ですね。結局夏休みというか、この8月の期間、そんなになんかこうイベントごとがあったわけでもなく、なんかもうずっと撮影と編集っていう感じだったんですけど、最後の最後にね、いい思い出ができました。でちょうど時期から的にも、もうそろそろ9月に入って、夏の食材から秋の食材に変わってくる時期でもありますんで、また次回の動画もどうぞお楽しみということで、ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。